演芸場の初日を迎えさせていただきました、橘菊太郎劇団でございます。皆様お暑い中にもかかわりませず、初日早々ご来場いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今年も関東公演やってまいりました、橘劇団でございます。5月からスタートさせていただきまして、三好演芸場、そして先月は川越ユーランドでの公演やらせていただきまして、いよいよこの、篠原会長のお膝元でございます篠原演芸場での公演ということでございまして、我々力いっぱい頑張っていきたいと思う次第でございます。1ヶ月間お世話になります。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。本日は、7月3日ということでございましてね、初日迎えさせていただきまして、いつもとね、だいたい違って、だいたい、1日が初日なんでございますけども、関東は関東の大衆演劇カレンダーに、沿いまして公演させていただくということでございまして、3日初日ということでございます。7月3日でございましたんでね、私も政府の方から、新紙幣のことでちょっとお話をいただきまして、よかったら、今のところ、大五郎とどっちかみたいな話出てるんですけども、ね、私はすいませんと篠原の初日とかぶってますんで、ご辞退させていただきますということで行かせていただきまして、この初日を選ばさせていただいた次第でございます。ひょっとしたら僕は新しい1万円年々出ないかもしれないので、まずもちょっと辞退させていただいて、この初日を迎えさせていただいた次第でございまして、精一杯頑張っていきたいと申し上げてございます。今日は、また昼の部夜の部お芝居変えての公演ということでございまして、昼の部見ていただきました今夜高尾というお芝居でございます。関東に、やってまいりまして、まだまだね出してませんでしたお芝居でございましたんで、大事に温めさせていただきまして、この篠原の初日にやりたいなということでございまして、お送りさせていただいております。夜の部もですね、久しぶりにやる演目でございまして、まだこちら帰ってまいりまして、ちょっとできてないお芝居だったんですけども、やっぱりこれも初日にやりたいなということでございまして、夜の部は、大五郎版キラの西お送りをさせていただいておりますんで、ぜひまた今日中や、見ていただきたいなと思う次第でございます。過去もたくさんのお客様、本日初日からご来場いただきましてありがとうございます。これからも明日で毎日のご縁を送りさせていただきましてでございます。今月もゲストの皆さんね、たくさん応援に駆けつけていただくんでございますけども、まずは、本日ね、初日からでございます林祐希さんが、駆けつけていただきましてのご縁ということでございまして、でまた7日の私の母親でございます小月清美の誕生日イベントまで祐希ちゃんね、出てくれそうでございまして、今回この私のお母さんの誕生日のですねお芝居を、祐希ちゃんが、教えていただいたお芝居でございまして、佃の私という話をね、やらせていただく次第でございます。どんなお芝居になりますか、皆様楽しみに来ていただきたいと思っておりますんでね、小月清美のね、お芝居の見せ所でございますんで、楽しみにしてやってください。よろしくお願いします。そしてここね、ここの中には人気劇団さんでございます劇団三山さんの副座長でございます。今日は副座長が応援に駆けつけていただきまして、あと13日からでございますね、岩崎優也君、これも早乙女太一君のね劇団主役のメンバーでございまして、おなじみでございます。前回も僕たち篠原の公演中にね出ていただいたりしております。楽しみな共演でございますのでよろしくお願いします。そして、19、20日の2日間でございますね、早乙女太一くんが応援に駆けつけていただきます。もうめちゃくちゃ嬉しくてですね、今回お電話いただいて、いつまで関東ですかという話になりまして、5月から9月までだよという話になって、7月が篠原でという話になったら、太一くんが今年はちょっと自分が舞台のお仕事っていうのはあんまりなくてですね、せっかくだからやっぱ舞台のお仕事もやりたいし、関東に若がいる間にもし一緒にできたらなって、もう向こうから声かけてくれたんでね、すごくやっぱ嬉しかったですね。2日間全力でまたぶつけていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。それでですね、また桃さんたちもね、みんな参加ということでございまして、めちゃめちゃ豪華な風になりましてですね、楽しみにしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。あと、もう一人でございますね、先ほどお芝居でね、私の花魁の道中の片持ちという役だったんですけども、その役で出ていただいておりましたらね、ジュリア君という男の子が来ていただいております。これもですね、劇団駒三郎の、駒三郎座長の息子さんでございまして、長男さんでございましてね、まだ若いんですよ、15歳だそうでございまして。で、なぜうちの、めっちゃ可愛いでしょ、可愛いでしょ、照れるな、本当ね、ありがとうございます。可愛いでしょね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。照れるな、本当ね、ありがとうございます。一応お父様から、一応勉強でということで修行ということでございましてね、今月ちょっとお預かりしましてですね、やるんですよ。で、もちろんで、こういうの初めて、ジュリア君ね、はい、まあ、めちゃくちゃ可愛いでしょ、ね、まだ15歳、はい、今年で15歳です。15歳、可愛
話ですよ、ね、この間ね、浅草ファンタジカルね、その本舞台には出てたんですよ、彼出てたんです。で、一応篠原の代表からも駒澤部長がもう連絡いただきまして、で今こういう15歳でね、これから今一番難しい時期なんですよ。この時期って15歳14、5、6っていうのはね、一番すごく難しい時期で、お芝居でも子役のお芝居もできないし、大人のお芝居もできないから、この、ね、中間ってすごく難しい時期なんですよ、僕たちの世界でいうと。だからこの時期にやっぱりきちっと勉強させたいんでということでね、あと預けてくれまして、で立花劇団にということでございまして預けてくれましたんでね、今月は出れる限り一緒にまた頑張って出ておりますんで、ぜひ皆さんまたこれを機会に長谷川ジュリアという名前でございますんでね、可愛がってください、よろしくお願いいたします。一応言っていきます、男の子でございますね。可愛いからね、女の子かなと思うんですけど、男の子なんですよ、15歳でございます。いざ大衆演劇新時代。今月はですね、一生懸命お勉強ということで、頑張らさせていただきますが、もう本当に未熟者でございます。迷惑かけると思いますが、皆様に元気を与えれるように一生懸命頑張りますので、どうか応援のほどよろしくお願いします。またこれから勉強でございますんでね、また長谷川ジュリアです、よろしくお願いいたします。こちらは私のお兄ちゃんに来てくださいね、橘小次郎でございます、よろしくお願いします。で、子役2人出ておりますんでね、ご紹介させていただきましょう。今日ね、カムロ役頑張ってましたね、今日ねじっとできるかなと思ったらじっとしてましたんでね、じっとするのって子供の時難しいんですよ、本当に。僕もね、子役時代、親からね、ここはじっとしなさいって言われて、ね、じっとする場面がある、じっとできないんですよ、子供って。なんか気になるんですよ、えらい堂々とねじっとしてましたんで、安心いたしました。はい、あ、せっかくだからちょっと前あると、ちょっと2人とも立ちましょうか、それ2人とも立ちましょうか、はい。いえいえ、人形じゃないんだから、後ろで操作してるわけじゃないんですはい、こちらでございます、橘カエです、よろしくお願いします。はい、こちらでございます。なんとね、もう皆さんもね、ずっとちっちゃい頃から見てくれてると思うんですよね、彼もいよいよね、今年小学校1年生になりましてですね、ありがとうございます。そこからで立花レントです、よろしくお願いいたします。頑張ってまいりますんでね、よろしくお願いいたします。つるちゃん俺のつるちゃん、俺のつるちょっと来てよ、こっち、はい、私はね、可愛がっておりますんで、またよろしくね。若手リーダーの立花鶴太郎です、よろしくお願いいたします。はい、出てきました、こちらでございます。あ、今日はお芝居は素顔で出てましたね、最初の。あ、今乗ってるんです。王子はミキです、よろしくお願いいたします。いざ大衆演劇新時代。皆様どうも、立花大五郎です。7月公演、篠原演芸場に帰ってまいりました立花劇団、今月はいろんな方とのコラボレーション、そしてまた新作狂言、いろんなものをご披露できるように精進していきたいと思っております。まずは劇場にぜひ皆さん足を運んでください。応援よろしくお願い申し上げます。篠原頑張るぜ、待ってます。